トワイライトペイブメントを聞きの皆さん、池上裕人さん、こんばんは。スーパービバです。こんばんは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの柳です。ドラムの藤原です。よろしくお願いします。池上さんはクレイジーボッカトニックという、ね、はい、バンドやってらっしゃるそうですけども、はい、ラジオって楽しいよねとかバンドっていいよねなんていう話あったらしてくださいということでございます。藤原さんはバンドの何が好きですか？バンドのやっぱ、その何が起こるかわからないワクワク感、ライブ、あれがやっぱ最高でございます。パルプンテ、パルプンテ、はい、そういうことですか。違いますね。ウェスリーさんはラジオどんなところに魅力を感じますか？あ、でもね、この僕らやっぱ喋るの好きなので、ね、でやっぱそのラジオってその人となりがすごい出るじゃないですか。そうだね、確かに。だからなんかすごいなんかね、個性もすごい伝わるし、うん、聞くのも楽しいし、すごいいいツールですよね、ラジオってね。そうだね、バンドとラジオについての紹介でした、うん、ありがとうございます。我々スーパイバーでございますけども、はい、新しいアルバム I Love You がですね、なんと本日の2月3日にリリースになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。我々スーパーエヴァーというバンド知らないよという方もいらっしゃるかなと思うんですけども、はい、今年で結成15周年ですね、はい、16年目に突入しまして、うん、次の4月では17年目に突入する今最も脂が乗ってるバンドでございます。乗り切ってます。テッカテカでございます、はい、テッカテカでございますよ、はい、そんな我々が、まあ、活動してきた中ですごくたくさんの方にですね、うん、支えていただきながら、はい、たくさんの方にですね思いをいただきながらここまで歩んでこられたというような結晶ができたんじゃないのかなと、うん、そんな風に思います、うん、柳澤さん、はいはい、どんなアルバムになってるかな。タイトルがもう I Love You というかなりこうストレートなタイトルになってるんですが、うん、まさにスーパービーバーが今歌いたいこと、はい、そして今届けたい気持ちみたいなものがギュッと詰まったアルバムになってると思いますので、はい、ぜひですね、手に取って聴いていただけたら嬉しいなと思っております。本当だね。まあ本当にこの長い間バンドやらせていただいて、また最高傑作だなと思える一枚ができたというのはとっても喜ばしいことでございます。ぜひぜひ聴いてください。よろしくお願いします。岡山の皆さん、はい、柳沢さんから一言ございますよ。はい、岡山大好きだよ。もう一声、うん、岡山本当に好きなんだよ。おう、いや、あのね、いや、これもなんか冗談みたいに聞こえてるね。そうだよ、岡山俺たち本当に好きで、一時1ヶ月に2回ぐらい行ってた時あったんですよ。あのね、俺マジで本当に第二の故郷ぐらい、あの岡山のいろんな人にお世話になってる人がお世話になりまくって、具体的なライブハウスの名前出しちゃいますけど、うん、クレイジーママに泊まったりとかね。そうなんですよ、あの本当に大好きなんで、まあ、あの今なかなか行けてないですが、必ず行きたいなと強く思っております。本当ですよ、具体的なバンド名出してね、ゴーストノートとかめちゃくちゃお世話になったバンドで、本当に第二の故郷と言っても過言ではない岡山ですね。本当ライブしに行きたいと思ってますので、はい、いろんなことが落ち着いたら、はい、落ち着くまの待たなくても、いろんな状況の中で行けるときは行きたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、ぜひ我々の新しいアルバム I Love You を聴いていただけたら嬉しいです。次回はライブ会場でお会いしましょう。以上、スーパービーバーでした。バイバーイ。